「経団連と増税政治家が壊す本当は日本一の経済」という本を読んだのでいつもながら興味深かったらコメモしていきます。 著者は常年司さんですね2018年の方にありますで本を読む理由なんですけど、まあ、定期的に常年さんの本は読んでいて、えー、政治とか、ね、経済の知識を更新しておりますとで内容紹介をしますと、えー、東芝の不正経理産自動車の検査不備神戸製鉄の検査データ改ざんなぜ今バブル経済を牽引した日本の代表的企業に不祥事が続発しているのかそして業績が低迷しているのか実はその裏には経団連企業が政権と一体化して既得権を死守していく中想像力を失っていった事態が隠されている390兆円もの 企業ののの内部流報は一体誰のためにあるのかこの巨額マネーへ向かう先を変えれば経営回復が鮮明となってきた日本経済は再び成長期を迎えるということです。 で、まあ、現状バイアスまみれっていう話をしておきましょうかね、最初に、ね。悪しぎ洗礼主義っていうのがあります。洗礼がないと適当なことを言って何もしないと。日本の役所はすべてこの調子だと思ってください。とね、まあ、こんな感じに常念さんは、ね、言い切ってましたね。やっぱすごいですよね、こう言い切るところが。でそして何よりもその大企業ほど役所の言いなりらしいんですね。えー、大変残念ですが、役所と同じ現状維持バイアス、悪しぎ洗礼主義になるたる日本の大企業はどっぷり使っていると考えてください。またね、洗、え、礼、ー、主義というものに、まあ、日本のまあ役所も、えー、大企業もそうなんですよと。 で特に経団連は既得権益既得権の範囲内で無難に商売が回っていればそれでいいということなかれ集団ですともうそうなっちゃったらしいんですね。でその結果どうなったかっていうと規制もなるべく維持して業界の秩序や序列が崩れないようにすると、えー、しかも経団連の中の人は大企業を引退して責任を取らないくせに経営に口出すお気楽帯ばかりということで、ねまあ、こういうことによってその日本がね成長しなくなってますよということですで内部流をため込む問題ですね。 日本企業特有の現象だと言われていたけど、欧米諸国でも利益を内部に流保して、現金を貯め込む会社というのは増えてきているらしいですとで。現金には金利がつかないから、現金で保有するのは収益性という観点からすると良くない。なぜ現金を持つのかということで、まあ、この ROA RO の話があったんですけど、んまあこれはほっときましょうで、えーで。現金で保有する、それは経済合理性があるから保有するんだよと。 投資機会を生み出すことができなかったことや経済ショックへの備えのために現金を貯め込んだ方が経済合理性にかなっていたただそれだけということですね。で、いざというとき、それはね、えー、貯め込んでおかないといざというとき、銀行からお金を貸し,貸してくれるかわからないということですね。で、銀行員は晴れ,晴れているときに傘を貸しに来るような人たちということで、とまああのー、企業が内部留保をガンガン貯め込む、現金を貯め込んでいくっていうその背景には、まあ、銀行員がしっかりしてないんだっていうそういう問題もあるということですね。 あと現金として内部リーフがたくさんある方が取引相手も信頼できるからなんですね。いざという時代金の回収ができるから、まあ、内部リーフがあった方がまあいいよってことなんですね。まあ、だからこそ溜め込んじゃってそれが、ね、回っていかないから問題だっていう話なんですね。 はいで緊縮、えー、病の悲劇があります、えーまあ、デフレって何ですかっていうとデフレとは物とお金のバランスがお金不足によって崩れることから発生しますだから市場に大量のお金をばら,ばらまかれるという期待が発生すれば立ちどころに解消できますつまりデフレっていうのは貨幣現象ですしかしインフレを恐れるあまりお金をすりす,す,ぎ,んす,りすぎることができませんというのがねまあどこの国もそういうことなんですね まあただなんですけどね、まあ、この話ってまあ聞けばね、まあまあそうだろうなって思うんですけど、うん難しいですよね、だってインフレで滅んだ国はあるんだから、その調節ってやっぱ難しいよなということなんですよね。はい でデフレは既得権益者に有利らしいんですね。なんでかというと、資金の調達の面から見てみると、まあ、デフレになると物価が下がり、債務の実,実質的な負担が増加するからなんですね。まあ、ちょっと具体的に言うと、実質金利イコール名目金利引く物価上昇率で決まります。で名目金利とは、えーとまあ、貸し借りの,、ね、その契約によって決まる金利のことですと。で物価上昇率がマイナスであれば、そのマイナスとマイナスでプラスになりますということで、実質金利が上がります。ということで、えー、まあこの公式のためで言っていくと、金利が2%の場合、えー、あ名目金利が2%ね。ここは固定 としてその物価上昇を変えてみましょうで物価上昇率が2%だと実質、えー、金利は0%ですね2%引く2%で0でも物価上昇率がマイナス,のイナス2%だとマイナスのマイナスでプラスになるから実質金利って4%になりますねでつまり物価が下がると借金の多い会社は不利で借金の少ない会社が有利になっちゃうんですよね新しい事業を起こす人が借金をして資金調達をすると負担があまりにも重,重たくなってしまうので、まあ、事業を起こせなくなっちゃうとそして既存の大企業にとっては新興企業は資金調達に、えーまあ、困るからね苦慮するから背後を、えー かす存在の体調を意味するんですよね。いや、すごいですね。えー、なるほどと思いましたね、えー。デフレのデメリットってこんなところもあったんですね。新しい企業が出てこれなくなってくるってことなんですね。で増税などで、緊、ま、縮、あ、財政を続けると、まあ、将来ライバルになりそうな新しい会社を潰せて、既得権を拡大できるということで、まあね、ここにね、増税を反対すべき理由はここに,ここにもありましてね、まあ。大企業はどんどん、まあ、既得権にね、まみ、あ、れていくという、まあ、そういうこともあるということです。えー、あと、経常収支の考え方。ああこれもまあ、かに知って。 知っておいても知っておかなくてもいいような気もするけどちょっと喋っておきましょうかね経常、えー、収支というのは国際収支の1つです経常収支プラスあこれかこれはいいからちょっと,ちょっと取っておいてで日本で生産されるものが食料しかないと仮定しましょう食料しかないと仮定してその量が1年で1年間で100億円分と100億円分の諸書で100億円分を国内で食べきれない場合は輸出して売っていきますとで日本人の食料が旺盛で100億円分では足らない場合は足らない場合はその不足分というのは海外からまあ輸入しますと つまり食料を輸出する,出すると経常収支が黒字になります。な売るからね。で食料を輸入すると経常収支経常収支が赤字になりますと。でなんかその黒字って聞いたらすげえハッピーになような気がするじゃないですか。ただし経常収支が黒字になるということは 日本が貿易戦争に勝ったのではなく単にその都市の生産量を消化するだけの需要が日本国内にはなかっただけの話、需要がなかっただけのな話なんですね。つまりそれだけ物が売れなかったということなんですね。えー、形状黒字施設っていうのは形状黒字はいいことでいいことだっていうまあそういうね報道もあるかもしれないんですけど、騙されてはだめなんですね。ということには僕はなるほどと思いましたね。はい。 あと生産性の話も面白かったですね。え日本人の、えー、労働生産性は低いと言われてます。ただし、でも1990年から1993年は OECD の中でもトップ10に入ってたらしいんですね。えじゃあ、その間に、まあ、今っていうのは低いと言われてるんですけど、一体,その一体どうその日本の働き方 っっってていううののが変わったのかっていうと、まあ、そんななことないですよ、ねえー、まあその当時の,、ね、このめちゃめちゃトップ10に入っていた時期の人たちが社会人だった人、ね、えそのと、その当時社会人だった人たちに話を聞いたとしても働き方は別に変わってないっていことなんですよねつまり働き方だけでは労働生産性がまあ低くなったってことを説明することができませんとで、えー、労働生産性を上げるためには総重量を増やすべきだってことでしたね労働生産性っいうのは各目 GDP 割る就業率であ就業者数で表すことができますとで各目 GDP っていうのはその 国が生んだ付加価値の合計ですねつまり、付加価値、ここを増やせば労働生産性は上がるってことですね。とまあ、例えば、えーと、あるコンビニに人が100人来るのとか人、ね、毎日100人来る場合と200人来る場合と300人来る場合だったら、それは300人の方が労働生産性が高くなりますよね、えー。付加価値というかね、人がたくさん来ればこれは来るほど生産性というのを上げることができます。ということで、総重を増やすってことですね。このコンビニにたくさん来てくれるような感じ、まあ、コンビニにたくさん来てくれるぐらいお金があるような人たちを増やせば、えー、労働生産性ということが 生産性というものがね、上がっていきますと。で、各目 GDP をちょっと詳しく言うと、各目 GDP 成長率イコール、実質 GDP 成長率プラス物価上昇率になりますと。つまり、物価を上げていけば、 この物価上昇率を上げていけば、各目 GDP というのも上がってきます。で、物価上昇を上げるためには、貨幣を大量に発行する必要がありますと。で、貨幣発行権を持っているのは、えー、政府と日銀ですと。で、日銀の物価目標は年率2%なんですね。だからこれが達成されれば、日本の労働生産性というのは勝手に上がってきますと。そしたら19年、1990年の世界トップ10の頃の同水準になりますと。だから何でもかんでも働き方改革にまあ頼むのではなく、政府と日銀が一丸となって労働生産性の向上を目指すとき、まつまりこの物価目標を達成するとてことですね。はい。 増税政治家や、えー、財務管理に代表される財政債権論者たちは国のバランスシートから債務がなくなれば将来の助けがなくなると考えているとそしてそのためには目先の投資をけちって現金を貯め込むのがいいという考えなんですねで借金枠という道等感にくり固まっているんですただし、えー、この例が面白かったですね、えー、節約といって子供におもちゃを買い与えず習い事もさせずあい習い事もさせるんだったよねさせず 医者にも見せず、ただお金を貯め込んでいる親がいたとしましまょうで。親の言い分としては子供に財産を残すために節約してるんだと将来お金に困ることがないように今痛みに至ることが大切なんだと言います。はてそれは本当に子供のためなのでしょうか。えっ、ー、と子供から遊びと教育を奪いろくに検診も受けさせずに放置しておくとその子に未来などありえませんと。 大人になってたくさんの現金を相続したところでその子には知恵がなくその資金を生かすことができないんですねだからそのお金だけあっても意味ないですよね知識とかがいますとそのためにやっぱり教育っていうものがあるんですねで日本っていうのはピカピカのバランスシートを持った政府と世界一お金を溜め込んでいるたくさんの大企業がありますとところがせっかく持っているこの宝,が宝を未来のために生かせてはいけませんということでね、えー、そこを変えていきましょうということですね でえー、増税なく国際教育国債よっていうのもね、えー、これも知っ,知っておくべき話かなと思いますね。えー、増税しないと将来世代に負担があるというのであれば、教育国債でいいじゃないって話なんですけど、まあ、教育国債とは、教育を無形固定資産とみなして、現在の建設国債と同じスキームで国債を発行し、まあ、教育無償化の、無償化がね、あると の財源をファイナンンスすするというプランですで教育を一つの投資プロジェクトと見た場合、教育を受けた子どもたちがその後一生働いて納税することでリターンが得られますとで。将来のリターンを見込める投資であるならば、国債を発行しても問題ないとね、えっ、ー、と高橋陽一さん曰く、社会全体が得られる便益やコストより高い投資であれば、便益が及ぶ世代から費用を賄う方が数より優れているのでいるのは財政学では当然の話であるっていう、まあなんかちょっとややこしい話なんですけども。まあそれはなんていうのな、えー、投資いやめっちゃ 将来の投資が投資はね利益が見込めるのであれば今投資しておきましょうっていうね当たり前の話ですね。なんでその増税より 教育国債とかの方がいいかっていうと一度増税したら下げることはできないんですよね消費税は8%から10%になりましたでもその10%から8%に戻ることはないですね歴史的に見てもだからやっぱねそう増税というのはうんあそこまでやるべきではないでしょうね教育国債、えー、子どもたちの将来が心配であるというのであれば増税ではなくて教育国債という形を取った方がいいのではないかということですで感想なんですけど、まあ、これね増税をね反対するんですよね同意ですとでしかし毎度思うんですけどやっぱねこういうことっていうのはうん全然届かないですよね みんななんか増税した方がいいじゃんみたいな感じの意見なので、うん、難しいですね。でも、まあ、この本の内容っていうのが全てが正しいかどうかっていうのは僕には判断できないんですけど、まあ、でも、だからこそ、まあ、多くの人が読んで、読んで、まあ、こういうね、話を、まあ、できる人が増えたらなと思っておりますと。ということで、えっ、ー、とね、まあ、難しい本だと思うんですけど、すごいね、ためになる本かとも思いますので、えー、時間があるお方は、ぜひ、ご一読をと。ということで、はい。